ほら、あの出演者も結局若い連中ばっかりで、そうだね。もう要は怖いもんなしっていうか。で、みんなこうなんかわかんないけど、なんて、あ、小学校の皆さん、こちらどうぞなんつってさ、あの当時、えっとね、神戸、そうだよ。神戸に行った時に、なんかね、神戸牛のすき焼きのさ、なんかすごいのを料亭で用意しててくれたのよ。え、だそれ行ってないよ、きっと神戸。あ、で、忙しいからって、先帰っちゃった。あ、そうなん。スケジュールがなんつっちゃってさ。いやだ、いやだ。で、うちらはなんか、こちらどうぞなんて言われて、だけど、次の移動があるから、すいませんけど。 うん、えと村沢さんたち、えー、と時間をここで15分で食べてくださいみたいな話になって、えー、神戸牛のしゃぶしゃぶが目の前に山のようになってんだよ、うん、それ15分で食べろってじゃあどうやって食べるんだって言ったら、うん、江口君が「うん、こうしてしまえ!」って言って全部肉を鍋の中に <laughs> 叩き込んでシャブシャブクソもないんだよ <laughs> いやいやでも食べたいからね入牛になっちゃってるバーって入れて<う>んあみんな食えって言ってジャブジャブあげて <うん S 2> ごまだれにつけてバンバン食べて <うん S 2> 15分でじゃあごちそうさまでしたって言って <うん S 2> 飛行機で移動した覚えがある へえ。だからきっと当時のなんかこう、トシちゃんとかマッチとか、うん、ジャニーズのタレントさんたちはこんなに忙しいんだなと思って、うん、ちょっといい気になってた。<laughs> <か>調子に乗っちゃったのね。調子に乗っちゃうでしょ、だって。うん、まあ、そゃそうよあんな。あの若さでさ、うん、なんかやっぱりあの前にも話したけどさ、うんうん、東映大本編でキャーキャー言われてさ、うんうん、だって正直言うとちょっと感じ悪く聞こえるかもしれないけど、うん、あ 芸能界ってこんな感じなんだぐらいの感じだったもん。うん、ああ<ー>、うん、甘いんだなっていう。あ<ー>これでまあ売れちゃうんだろうなっていう予感はあったけどうん、うん、売れたの結局ね江口と小田だけだ。